Thank you.
ほどよろしくお願い申し上げます。ご通行中の皆様、こんにちは。私たちはアールンゴンの愛好者です。アールンゴンは心と体を養う伝統的な気候修練法で、1992年に中国で公に伝え出されました。ゆったりとした五式の簡単な動作を練習し、心、善、運に基づいて実生活において自分自身の心を向上させます。その顕著な効果から瞬く間に中国全土並びに世界中に広まり、わずか7年で愛好者は1億人に達しました。ところが愛好者の数が当時の共産党員の数を超えたため、当時の中国共産党総書記江沢民はサールンゴンのあまりの人気ぶりに強く嫉妬し、自らの政権を揺るがす脅威とみなしたのです。また中国の伝統的な価値観や文化を破壊してきた中国共産党にとって、真善